聖金館は、高来の末期と李氏朝鮮の最高教育機関。以前の最高教育機関である国古館の名称1298年に聖金館、ついで1308年に聖金館と書いたことで始まった。教臨王の時に国古館の名称に服したが、1362年に再び聖金館に戻った。肖像品が門。朝鮮時代には館は、 関陽の高志凶暴と会場に存在した。文廟、明林堂、安ずまひ西斎、三琴教閣で構成されたが、文録、慶長の役の時に消失して再建された。1887年には、慶学院に改称するが、1894年に廃止される。また、聖金館大学校は、聖金館を前身としている。聖金館の学生は、都規制と呼ばれた。 特に生意心しみを合格した者は、上再生と呼ばれ、選抜試験のマスホや影の部によって合格した者を、下再生と呼んだ。定員は初期には150人だったが、1429年から200人に増やされた。だが末期には100人に減らされた。科挙に合格すると入学することができた。成績優者は、大科の一次試験が免除された。時生たちは、 寮生活をしながら国家から戦学多と北海道費を受け学費などは要件庫が支給した。また、正金間では減点性があり、これはちゃんとした生活をしているかで点数をつける制度で朝食と夕食を食べると1点で300点取れば代価に応ずることができた。また、都規制が行う自治会議をさへと呼び、手のひらぎ、色手のひら、 増史、同調などの役員を置き、政近官の諸問題を議論した。また、両運営の面では、東ずまひと西を置き、他にも、上級生の成績優者からは、前、傍王として、新入生の成績優者は、新抱として、会議に参加した。また、祭儀には、土規生の処罰する権限があり、最悪の場合、出祭と言い,い、退学させられた。時には、政治に関与し、 要求が通らない場合は、食事や授業を拒否するそらさいなども言った。非戦闘体制度の、ありがとうございます。